スノーマンしかジャニーズを救えない。富士屋のクリスマスケーキ大行列。紅白も出場濃厚で新会社の機種に。10月2日、ジャニーズ事務所が創業者であるジャニー北川氏、去年87の加害騒動をめぐり、会見を行った。そこでは、タレントと個別に契約するエージェント契約を結ぶ新会社、名称は予定。 1> を1ヶ月以内に立ち上げ現在のジャニーズ事務所は社名をスマイルアップに変更被害者への補償を終え次第廃業する方針だと発表された現事務所は潰れるし新事務所とタレントの関係は直接所属ではなくタレントの自由度が高いエージェント契約今後のジャニーズの看板から脱却やこれまでの被害者への際などの意思は伝わります、うん しかし、会見の内容以前に、ジャニー氏が行ってきた加害行為や、長年続いてきたテレビ局や他の芸能事務所との根深い忖度などから、これからも、ジャニーズにとっての逆風続くことは間違いない。CM の交番ドミノは、その最たる例ですよね、ワイドショー関係者。ジャニー氏の加害を事務所が認めから、 これまでジャニーズタレントを CM 起用していた会社が契約を打ち切ったり、絶縁宣言を言い渡す、交番ドミノが相次いでいる。これは収まる気配がなく、ジャニーズタレントを起用している企業だけではなく、ジャニーズタレントが出演しているテレビ番組のスポンサー企業まで撤退の動きを見せ始めているという。それだけに、 これからのジャズ事務所を牽引できるグループがないと厳しいところですが、国民的グループだった嵐は活動休止中。キングプリンスは脱退騒動で勢いが落ちている。それだけに注目が集まっているのは、スノーマンですよね、全道2020年にストーンズと同日デビューを果たしてから3年。 スノーマンはドラマバラエティ奏法で頭角を表し、今や事務所トップクラスの存在になりつつある。2012年に6人組として結成し、2019年に向井康二さん、29、目黒連さん、26、ラウールさん、20の3人が加わって9人でデビューを叶えましたが、デビューの時点で平均年齢24.6歳。 他グループに比べて遅咲きでフレッシュ感が弱いのがネックでしたが、それが、絶対に売れてやる、という原動力になっているのでしょう。フレッシュ感についても、若くて正統派イケメンのメグロさんとラウールさんを押す、隠さねた、という形で、武器に昇華させています、と。特に早朝のバラエティ番組、ラビット。TBSK では、伊達様、琴こと太。 30、学度すぎるカメラワークを駆使した顔芸を披露したり、佐久間大介、31、がバケツで砂糖水一気飲みをしたりと、芸人顔負けの活躍をしていて、バラエティ方面で人気が高い。